ブラックデュ・ブルボネ・ブルボネポインターとは、フランス原産のポインター犬種である。別名は、ブラックデュ・ブルボネ。ミヒエル・コント・ウィズ・ヒズ・ブラック・ジュ・バーボネット追いたちは、はっきりわかっていないが、1598年に、本種のことを記した資料が残されているので、それよりも、ずっと前から存在していたことがわかっている。原産地であるブルボネ地方では、もっぱらじ業券のポインターとして使われ、 長い間大切にされていた。しかし、19世紀になると、飼料の必要性が低下し、頭数はかなり減ってしまった。20世紀になると希少な犬種が注目され、本種もブリーディングが盛んに行われるようになったが、未熟なブリーダーによる乱繁殖による検出がかなり落ちてしまった。その後、真剣な愛好家の手によって、イノシツの回復が行われ、 性格や実量性などの能力が大幅に向上し、容姿も古くからの姿を完全に取り戻した。近年は、ほとんどが人量犬もしくは小毒として飼育されていて、ペットとして飼育されているものは珍しい。現在でも頭数はあまり多くなく、絶滅する可能性の高い不死登録犬種としてモリストされている。ただし、愛好家が少ないというわけではないので、すぐそこに、 絶滅の危機が迫っているということではない。背中は少しコブのように盛り上がっている。尾は生まれつきないか、規模しかないことが多く、非常に短いのが普通である。ごく稀に長めの垂れを持つ犬もいる。目は小さいが丸く、三角形の耳は垂れている。引き締まったスリムなボディで、足は長い。コートは耐水性のあるスムースコートで、毛色は ホワイトの地にブラウンなどの細かい縁があるものである。体高はオス51から57センチメートル、メス47から56センチメートルで、体重は雌雄ともに16から25キログラムの中型犬である。性格は冷静でおとなしく、用心深い。もともと坂、まつげになりやすい犬種で、ごく稀に乱繁殖されていた頃の影響により、股関節形成不全。 心臓病にかかる犬もいる。運動量はやや多いが、室内でも飼育でき、室外の犬舎よりも、室内で家族と一緒に過ごすことを好む犬種である。ありがとうございます。